こちらがタイムマーク、こちらがサークルジョインですね。並べてみるとこんな感じです。直径まで全く一緒。サークルジョインの方ですね、ピンかけていきます。皆さんこんにちは、ニフコーヒーの小川です。このチャンネルではご家庭でのコーヒーライフがより豊かになるような知識や情報をお届けするチャンネルとなっております。今回はこちらの手引きミルをレビューしていきます。サークルジョイというメーカーの手引きミルですね。このサークルジョイの特徴なんですけれども、まず使っている刃、こちらの素材がステンレスを使っています。タイムマンの C2 だったりキングラインダーで使っているものですね。それと同等の金属のステンレスの刃が使われています。しかも価格がめちゃくちゃ安いです。今回購入したのはちょうどクーポンが使えるタイミングだったので、私は3992円で購入しました。ステンレスの刃の手引きミルとしてはおそらく最安値だと思います。タイムモア結構作りはしっかりしてますね。でキングラインダーに関しては作りはしっかりしていますけれども、他のモデルとも共通する、包材だったりとかデザインというのでコストカットを図っているという感じですけれども、このサークルジョイ、これに関しては使う刃の性能はそのままにして、それ以外の部分をできるだけ安い素材で作り上げたという感じの手引きミルになってます。なので、安いなりにちょっとチープな部分は結構あるんですけれども、最安値で価格を抑えつつも挽いたコーヒーの粉の品質は高いものがいいというのを望んでいる方でしたら、ちょうどいい手引きミルになるのかなと思います。それでは早速やっていきましょう。それでは早速開封していきたいと思います。今回購入したのはこのサークルジョインの黒色のものですね。その他にも白と赤があります。で、価格冒頭でも少しお話ししましたが、定価は4990円で、さらに Amazon で購入するときにはクーポンが使えたりします。私の時はクーポン1000円近くのクーポン使えましたので、値段3000円台で買えましたけれども、今だと、白と赤、こちらは少しクーポンがついてて、黒は多分在庫の関係なのかもしれないですけれども、クーポンはなしという感じで、だいたい5000円ぐらいという感じですね。以前紹介して私もコスパ最強だと思っているのがキングラインダーの K0 というやつなんですけれども、それでもクーポン使って6000円ぐらいしたと思います。なので、それよりも定価の時点で1000円安いですし、クーポン使ったら2000円ぐらい安くなるということ、異常なまでの安さですね。その安さなりっていう部分も当然ありますので、そこも見つつ紹介していきたいと思います。まず開封していきます。入っているのはこちらですね。ちゃんと清掃用のハケもついてきます。収納袋はついてないですね。こちらが本体でハンドルという感じです。もちろんこちらタイムモアとかキングラインダー同様、ベアリングがしっかり入ってますので、抵抗なくサクサク引けるタイプになっています。で、これの特徴なんですが、持ち手、ここがプラスチックの素材です。蓋の部分もプラスチックで、この軸に関しては一応金属が使われてますね。で、持ち手もプラスチックという感じです。なので全体的にちょっとチープな感じはありますね。粉受けに関してはこちらがガラス製になっています。大きさとしてもそんなに大きくないので、大体 20g ぐらいですかね、入る容量としては。販売価格を抑えている、一番の要因としては、この本体の部分がプラスチック素材になっているというところです。で、それ以外の部分ですが、ここですね、この開けた時の下の印字、あとはこのクリックの感じですね、これもタイムモアそっくりですね。こちらタイムモアの C2MAX なんですけれども、側面は底の部分はこんな感じです。ダイヤルの感じは違えど、なんか粗さの調節とか、もう印字の部分とか、もう少し行ってしまうと、エスプレッソ引きが10から14クリック、フォアオーバーが18から24クリックがおすすめですという表示になってますが、それすらもタイムモアと同じと
ということで、おそらくなんか作っているところもう製造工場一緒なんじゃないかなと思ったりします。同梱されているこちらのハケ、これもタイム前に同梱されているものとうり2つですね。まあ、こちら撮影する前に何度か使ってみましたが、コーヒーの引いた粉の状態、これはタイムワンの C2 と同じでした。その代わりここがプラスチックなのでちょっと握りにくかったりっていうのはありますね。それではこちらを一回刃を外してみましょう。こちら粉受けを外してハンドルをつけた状態で粗い方向に回していくと、スーッと粗い方向に回していくとネジが外れて一緒に刃も外れるという設計です。ネジが外れてこちらですね、もう本当にどこかで見たことある刃が出てきたという感じですが、はい、このような感じです。もう最近の手引きミルの構造はほとんど同じような感じになっていたりしますね。まあ、比較のためタイムマーの C2MAX も同じように解体したいと思います。はい、できました。こちらがタイムマ、こちらがサークルジョイですね。肝心の刃の部分、こちらは並べてみるとこんな感じです。直径まで全く一緒。下の部分の印字などは少し違いますが、もう形状は全く一緒ですね。刃の鋭さというのも全く一緒。こちらの内側の刃ですね、ここも全く同じですね。作りは取り付けられている刃というのは全く同じものが使われています。まあ、あとはこの本体の部分ですね、ここがプラスチックというところで、まあ、ここの剛性が変わってくるので、それで変化があるのかないのか、あとは握り心地ですね。やはり滑りにくい形状をしているタイムモア、あとは以前紹介したことありますが、このキングライダーの K0、 こちらに関しては持ち手はもうラバーになってますので、もうグリップ感はしっかりあるタイプですが、こちらはちょっとサラサラとしたマットな質感の本体とプラスチックなので、これは一番グリップ力はないものになりますね。まあ、これがどう影響するか、この後はこれを組み立てて引き心地を見ていこうと思います。それでは組み立てていきたいと思います。まあ、先ほどの手順の逆をすればいいだけなので、ハンドルをつけた状態でまずバネですね。このバネはちょっと細めな感じはしますけれども、この辺も違いはあるのでしょうか。で、刃を取り付けまして、こちらですね。で、ここを少し親指で押さえてあげながらネジ部分を取り付けると比較的スムーズにいけます。あとはもう一番きついところまで、まあ、回らないよってところまで締めてあげて、そこから何クリック広げたかによって粗さが変わるという感じです。今一番締まっている状態になりました。そしたらここからパワーオーバーは18から24クリックと書いてありますので、1234567891012345678910121、これで22クリック。まあ、タイムモアだといつも22クリックをお勧めしているんですけれども、まあ、この手引きミルの方は22クリックでどれぐらいの粗さになるのか合わせて見ていきたいと思います。それでは両方とも22クリックの粗さに設定してありますので、引き比べていきたいと思います。
ではまずタイムマーカーですね。はい、これで OK です。ではこちらサークルジョイの方ですね。まあ、本体がプラスチックということで、まあ、音はちょっと軽め、明るい音がする感じですかね。ちょっと高い。まあ、先ほどからやっぱり蓋はちょっと取れやすいですね。結構スポスポ外れるので、これ落として壊さないように気をつけてください。ちょっと撮影中にも2回ほど落としてますけれども、これはちょっと外れやすいです。でこちらが仕上がりです。本体プラスチックなので結構静電気の影響は強いですね。こちらこんなんです。こちらタイムモアですね。タイムモアはそんなに出ないですね、この時期。はい、中身もこのような感じですね。紙の上に広げていきましょう。はい、ではこちらがタイムモアですね。22クリックの粗さです。こちらがサークルジョイ。ガラスの受けに関しては静電気の影響を受けづらいので、こっちの粉受けの方は良さそうですね。はい、もうちょっと近くしてみましょう。はい、こちらがタイムモアですね。でこちらがサークルジョイです。この目視の状態でしたら粉の状態はほぼ同じに近いかなと思います。今日若干こっちの方が微粉多いかな、どうかな。ちょっとふるいにかけてみましょう。同じグラム数計量して、それではもう少し多めに引いてみましたので、こちらですね、 10g 計量して、その後ふるいにかけて微粉を取り除いて、どれぐらい微粉の量が出るのか確認したいと思います。これがタイムモアの22クリックで引いたものですね。はい、これで 10g ですね。同じくサークルジョイで引いた方も 10g 計量します。はい、こちらですね。ではこちらをふるいにかけていきたいと思います。まずはタイムモアからですね。空っぽになりましたので、ふるいにかけていきます。まあ、大体22クリックだと2割ぐらいが微粉ですね。 20% ぐらい、 2g ぐらい出るのかなというのが、なんか今までの経験則というか、過去にも同じようなことをやりましたが、そんな感じですね。なのでサークルジョイの方がどれぐらい出るのかというのと、あとはその微粉じゃなくてこのふるいに残った方ですね、この粗さが、まあ、ちょっと細かくなれば当然いっぱい刃に当たっているので微粉って出やすくなります。逆に粗くなっていると刃に当たっている回数少ないので微粉の量って少なくなるので、設定している粗さのそのメインの粗さですね、粗さの均一性とそれがどれだけ粗いのかと微粉の量、まあ、それをセットで見てあげる必要がありますけれども、一つ、まあ、このふるいを通り越す微粉というのがどれぐらいになるのかというのは参考になるのかなと思います。まあ、微粉に関しては過去に解説した動画ありますので、そちらをご覧ください。もう理想を言えば微粉はゼロに近づく方が味わいとしてはいいです。はい、どうでしょう。先にもう測ってしまいましょう。タイムモアの正常な粗さというんですかね、こっちが8.6 ですね。
で、微粉の方、まあ、こちらは 1.4 になるはず。1.3、1.4、まあそうですね、誤差ありますので、まあそれぐらいでいいと思います。 1.3 では同じ要領でサークルジョイの方も振っていきます。だいぶ出なくなってきましたね。じゃあこちらも計測してみましょう。じゃあまずこちら 8.5。 お、なかなかいいですね。では微粉の方も測っていきます。まあ、こちらも 10g を分けてますので 1.5g ぐらいになるはずですね。 1.4、1.5、1.5 ですね。まあ、微粉の量はそんなに変わらないって感じですが、あとはこの分けたこの粗さですね、これが粗くなっているかそれとも同等の粗さなのかを見ていきたいと思います。まずはタイムモアの方からです。これが微粉を取り除いた方の粉ですね。でサークルジョイの方がこちらです。はい、どうでしょうか。どちらも同じぐらいの粗さかなと思います。まあ、触った感じもそうですね、どちらも非常に綺麗な状態になっていると思います。うん、このサークルジョイ値段は安いですけれども、まあ流度のばらつきというのも極端にあるわけではなく、タイムマートほぼ同じに私には見えます。タイムモアですね。でこちらがサークルジョイ。どちらも先ほど見た通り刃の形状は一緒だったので、まあ、あとはこの本体がプラスチックな素材になっているので、まあ、軸の剛性っていうんですかね、まあ、それ次第かなと思いましたけれども、まあ、これを見る限りでは、まあ、軸をしっかり固定するっていうのはベアリングがついているのでその辺は問題なさそうですね。引いた粉の品質っていうのはタイムモアの C2 シリーズやキングラインダーの K0 と全く一緒って言ってもいいと思います。これは本当に価格差がある中でこれだけ性能がいいっていうのはやっぱ素晴らしいことですね。おそらく刃を作っている工場が全く一緒で、それでオーダーに合わせて個体を作り変えているという感じはするんですけれども、まあ、実際はちょっとわからないって感じですね。あとはサークルジョイ、この豆入れにどれぐらい入るのかというのも確認しておきたいと思います。そうですね、ギリギリ 20g っていう感じでしょうか。そうですね、これでいっぱいいっぱいって感じですね。うん、容量としては 20g ですね。なのでサイズ的にはタイムモアの C2 と同じになります。こっちの C2MAX だと 30g 入るんですが、こっちは 20g、 C2 とか C3 と同じ 20g のミルになりますね。最後にこちらエスプレッソ引きにもしてみましたので、それを確認していきましょう。ここですね、エスプレッソは10から14クリックが推奨ということで、その細かい10クリックこちらに設定して引いてみました。それがこちらです。うん、非常に細かくできてますね。これでしたら、まあ、タイムモアと全く同じ解説になっちゃいますけれども、あのマキネッタ直火式のエスプレッソ、あれでしたら問題なく対応していると思います。まあ、業務用のエスプレッソとかだったらもうちょっとこのこれぐらいの細かさの中でもっと粗いとか、もうちょこっとだけ粗いとか細かくするとかっていう調節必要ですけれども、まあ、あくまでこのミルでしたらマキネッタは引いて楽しむことができるという感じです。
はい、では今回はこちらのサークルジョインの手引きミルをレビューしてきました。まあ、この手引きミルまとめてみると、まず価格はめちゃくちゃ安いです。この高性能な手引きミルの中ではぶっちぎりで安いですね。ここはもうこの手引きミルの最大の利点だと思います。パッと見はすっごい安っぽい感じはないので、そこもいいとこだと思います。まあ、その代わり、まあ、値段を抑えるところとして、この本体が、まあ、マットなプラスチック素材ですよっていうところと、あとはこの蓋ですね、このハンドルと蓋の部分が結構外れやすい仕様になっています。まあ、キングラインダーも結構外れやすいので、まあ、そこはどっこいどっこいな感じはするんですけれども、まあ、その2つですかね、少し安っぽさを伴っているけどまあそれ相応に価格も安くなっているというところです。で、ついている刃の性能としては、タイムモアの C2 シリーズと全く一緒のものがついています。これはキングラインダーの K0 も同じですね。なのでタイムモアの C2 だったら保存袋もついて質感も結構高くて、まあ非常にバランスがいいかなと思います。まあ、その代わりこのタイムモア、キングラインダー、このサークルジョイと比べると値段は少し高くなってくるかなと思います。まあ、それでもすごい安いとは思うんですけれども、さらなるコストカットをしてきた手引きミルが出てきたという感じでしょう。で、キングラインダーに関してはグリップのところをシリコン使ってますので、非常にグリップ感はあって引きやすいです。で、金属の本体になっているので非常に重厚感もあって高級感もあります。で、このサークルジョイに関してはグリップ感は一番弱いですね。で、素材としてもプラスチックを使っているので安っぽさもある程度伴ってくるよという感じです。また本体がプラスチックなので、引いた後にこの本体につく静電気ですね、これの影響もかなり受けやすくなってくるので、まあ、日常使い、普段使っていて使いやすいよっていうレベルで安いんだったら、やはりキングラインダーの K0 が個人的にはおすすめですね。これだとやはりグリップ感が弱いっていうのと、静電気の影響を受けやすいっていうのはちょっとデメリットかなと思いました。その代わり、やはりついてる刃の性能は一緒なので、最終的なコーヒーの味わいというのは変わらないと思うんですね。そういう部分で、まあ、これを選んでいただくのは全然ありだなと思います。まあ、グリップ感が弱い部分に関してはゴム素材のものとか、何かしらグリップ力が上がるものをそもそもつけてしまうとかっていうのでもいいかもしれないですし、対策は取れるのかなと思います。とにかく安いミルで美味しいの何って言われたらこれになるかなと思います。手引きミルをご検討の方は参考にしていただければと思います。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。今回の動画が参考になったとか、ニフコーヒーを応援したいと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。またチャンネル登録やご質問や動画のリクエストなどありましたら、コメント欄へいただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。コスパ抜群の最高級スペシャリティコーヒーはニフコーヒーネットショップで販売しています。詳しくは概要欄よりご覧ください。